2021年3月26日金曜日午後5時の生放送です。あれ、なかなか、あ、1分ぐらい、1分違ってたんだ。ああ、早すぎた。始めるのが早すぎた。始めるのが早すぎた。早すぎたったら早すぎた。あれ？いやいやいや。ですね、頭時計が遅れちゃってるっていうことですね。そうですね、頭時計遅れるということは、振り子の振り方がゆっくりになったということは、振り子が伸びたっていうことね。振り子が伸びたのはなぜかっていうと、あ、今内科眼科終わりました、お疲れ様でしたゆっくりしてください、お茶でも飲んで。それでですね、そう、春になったら柱時計が遅れるとね。春になってで暖かくなる、気温が高くなる。するとね、あの理科の授業で習ったように、この物質はこう膨張するわけですよね。ですから、あの鉄道のレールでもガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンって音がするのは、この夏になって、この鉄道にカンカンね、太陽の光が当たってですね、そうすると鉄がね、ぶーっとこう膨張するわけだ、ね。そうすると、やり方がまずかったら、このぐにょっとね、レールがね、曲がっちゃって、曲がり間違えば電車が脱線するっていうようなことになりますから、そうならないように線路の長さをね、まあ、1メートルってことはないね。あれ、2メートルか3メートルかな。ごとに区切って、で、区切られたレールとレールの間に、こう、隙間をね、開けておいて、それで、こう、夏の一番暑い時になってもね、一番このレールが、プーってこう、膨張した時でも、このレールとレールの間の隙間がね、吸収されて、もう1ミリしか空いてないっていうような形だけど、レールとレールがくっつかないでね、隙間にこのレールが厚さで伸びた分吸収されたっていうことのために、レールとレールの間っていうのは隙間が空いてるわけでね。ですから、こう電車がレールの上を走るとガタンゴトンガタンゴトンガタンゴトンね。ですから、このレールとガタンゴトンとですね、この柱時計が遅くなったり早くなったりって全然関係がなさそうだけど、あるんですねこういうのね、何関係って言うんだろうね、因果関係でもないしね。因果関係は、熱くなるとどうなるかっていうところに因果関係があるわけだね。あ、まず、その全く同じような因果で、熱くなると、気温が高くなると、物質の体積が増えるね、個体の体積が増えるということですね。で、柱時計もこうぐにゅっと伸びて、で、伸びると触れ方がゆっくりになるから、時計、これすなわち遅れるということですね。めでたしめでたしって全然めでたくないね。まあいいや、なんでもめでたい。わかったから。それで、その、今日ね、何しろ、ボーリスデーなんですよ。ね、それで、その、これの最新号が来てますから、これね、ボーリスデーとは言いながらね、福井達先生、福
井達先生ってこれでずっと読んでね、ますますこの方は本当に人柄の良い方だなってすごい素直な性格っていうかね、皆が一つにならなければね、潮学園創立者で重い知的障害を持った人たちが共に暮らしておられる家ですね、潮学園ね。で、潮学園の潮ってのは止めるっていう字に、あの底辺のね、盆地上げの上げですね、形容する、旗を形容するの、掲げるのね。で、その哲学用語でこの相反する2つの命題があってね、でどっちを取ったらいいのか、だけどこのいろいろと戦わせて、もう一つこうレベルが上のものにね持っていく、それしようって、そこから取ったんだと。かなり昔にね、福井達先生がその名前について説明しておられるのね、読んだ記憶あるけどね忘れちゃった。でもそういう名前、内容のことは書いてたと思う、哲学用語のね、しようっていうのね。で、福井達先生、昨年の大晦日ね、前夜から降った雪が40センチばかり積もり、滋賀県雪が40センチも積もったんだ、ね、白の景色、冬景色が目の前に、うん、でこの雪をどけんと外に出られへんな、ね、雪かきをしないといけないと思うのですが、年を取ると頭で考えるように体が動きません。で、午後になってぐずぐずしてたらあかんと思い、心を鞭打ち、雪かきしようと玄関を開けると、あの、ね、隣人たちが私たちの道路に、私たちが道路に出られるようにね、雪をのけていてくださったのですね。え、本当にこう親切な隣人がね、いてくださったんですね、福井先生のねお近くにね。驚き慌てて、おきに、助かりましたとお礼を言うとね、作業してくださった方たちが近くにいたんでしょうと、お礼を言うと、今日の雪は重いから福井さんが雪かきしたら腰を痛めます、私たちに任せてくださいと、いいせっせと雪を取り払ってくださいましたね。素晴らしいですね。またそれにこう感謝するね、福井先生の心ですよ。遠くの親戚より近くの他人ということわざがありますが、この辺りでは私たちが一番の年寄りで、隣近所の人たちからよく助けられ感謝しています、ね、そういう感謝の言葉を福井先生述べておられる、ね、年寄りは年を取るほど孤独感や束縛感を、ね、強く感じる。ああ、でも私たちはこの人たちに囲まれて、私は一人ぼっちやらへんなと寂しい思いをあまり感じずに生活している幸せな老人ですね。自分は幸せな老人だ、素晴らしいね。さて、話は変わり、去年の暮れに、表紙の写真が美しいカレンダーをね、個性者さんからいただきました。個性者ってのは個性豊かの個性じゃなくて、あの湖の湖に声で個性者だから、この湖畔の声まさに湖畔の声を縮めたら個性だよね。まあ近江教大社となんか関係のあるね、国語代理店かなんかなんだろうかね、印刷業務もやってるところだろうか。このカレンダーは、カレンダーもらったと、個性者さんからね。で、このカレンダーは日付のところに予定することを書き留められたね、予定表が書き込めて、まあ、便利で長年私は愛用してる、ね、毎年同じのが来るんだ。で、カレンダーを弟に送るとすぐ令状が来て、カレンダーにあるメレル先生ね、ボーリスさんのことですね、の顔写真を見て懐かしくなったと、いろいろね、お父さんが懐かしくなったと書いてきた。それを読むと、メレル先生の温かさがね、ひしひし伝わってきて、その温かさを皆さんに分かち合いたい。ああ、そういうことなんだ、弟さんがね。で、弟が高校生の時、メレル先生の前でね、フォスターの作ったオールドブラックジョーという歌を、旧友の数人で歌ったことがあると。で、弟たちが声を張り上げてね、大きな声で歌うとね、メレル先生、ボーリス先生が、この歌は大きな声で歌うのではなくて、優しく静かに歌う歌です。と、皆の前で、
思いを込めて歌ってくださったようです。その声はね、テナーね、男の声の一番高い声で、美しく澄んでいてね、弟たちの心に染み込んだとのことでした。それを読んで僕もメレル先生の読書を聞きたかったなと、私は弟が羨ましくなりました。ね、オールドブラック上ね、タララ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 ラ、ちょっとね、出だしがね、忘れちゃう。ちょっと待ってよ。タラララララララ、今ね、歌詞をね、調べてね、ちょっとね、歌ってみましょうね。オールド、古くて暗い。だから、白人が黒人のってことだよね。オールドブラック上歌詞。あ、オールドブラック上歌詞。これ、コマーシャルに入っちゃったよ。ね、ちょっと聞いていただきましょうかね。オールドブラック上っていうのはどういう歌なのかな。あ、出てこないよこれ。あ、歌が入ってないじゃん。伴奏しかないじゃないですか。歌をちょっとね、うん、歌ってるやつってないの。まあ、オールドブラックジョーの歌詞、歌詞ね、歌詞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 、湖畔の声最新号、そうなんです。湖畔の声のね、あ、Gone are the days when my heart was young and gay, gone are toils。 あれ、こんな歌詞だっけ。トイル、ちょっと待ってよ。トイル、だからそのね、福井先生の弟さんは子供のね、中学生の時だからね、歌っていうのはね、元気に歌えばいいんだと思って、元気に歌ったらね、そんな元気に歌えばいいって、そういう歌じゃないんだよ。だってね、歌の歌詞がね、 Gone are the days ね、日々がすっちゃ済んじゃったってあ、そのね、生きてた日々が済んじゃったって言っちゃったって。 When my heart was young and gay ね、私の My heart was young and gay、 私の心が元、いや、若くて、元気だった時はもう過ぎ去っちゃったってことか。で、 Gone are toils、 toils、 苦労ね、そして私の苦労も過ぎ去った。Of the cotton fields away, of the toils of the cotton fields away ね、コットン、綿畑で苦労して労働したわけだ、きつい労働をね、その苦労の日々も過ぎ去った。 Over better land I know、Gone to the field、 Gone to the field ね、ある地へ行くんだ、その地は Over better land I know、ね、私には分かってるよ、もっとね、良いところだね、で、天国ってことね、平たく言えばね。 I hear these gentle voices calling me、 Oh, Black Joe、 私は聞いてる。 I hear those gentle voices calling me、 Old Black Joe、 あの、彼らの優しい声が、 Old Black Joe、 ね、年取ったジョーよーって呼んでくれてるのがね、聞こえる。 I hear the gentle voices calling Oh Black Joe、 ね、こういう風にね、もういかにも愛鳥そのものっていう感じでね、 I hear the gentle, I hear the gentle voices calling Oh Black JoeI'm coming, I'm coming, 'tis a, it is bending low, I hear those
Gentle voice is calling。 ゾウズってなんかちょっとね、私が覚えてるのとね、歌詞が違うね。 I hear the gentle voice is calling。 Oh, black Joe。 ね、私も結構ね、高い方の声ですけど、ボーリス先生も、テノールの声でね、私なんかよっぽど少し声だったんでしょう。これはね、弟さんはね、I hear the gentle voices calling, oh, black Joe. そういう風にね、中学生ですから、英語の意味もあんまり考えないで、元気よくね、元気よく歌ったらね、ボーリー先生が褒めてくれるかなと思って元気よく歌ったんでしょうか。なんかそれもちょっとね、微笑ましい感じがしますよね。そうじゃなくて、この歌はね、優しく静かに歌う歌ですって言ってボーリス先生が歌って聞かせてくれたね、ですからそのカラドのね歴史ですよ、本当にね、奴隷として、ね、連れてこられてアフリカからね、そういう歴史ね、南北戦争があってっていうようなね、うん、そういうことを踏まえて、その 社会的にもう圧迫されてる人、そういう人の気持ちをね、そっちの側のね、痛められてる側の心を歌うわけなんだから、でその、まあ、この世でそういうことであってもね、神様は永遠の希望を与えてくれてる、うん、Gone to the field of a better land, I don't know. ね、もっと良いね、地へ、もう、オールドブラックジョーは行ったっちゅうことか。ね、俺は知ってるって言って。うん、さて、フォスターは、1826年から1864年ね、民衆的歌曲をたくさん作ったアメリカ人で、たくさんの日本の童謡や唱歌がその歌曲の影響を受けてる、フォスターの曲から日本の童謡っていうのは影響を受けてると、福井先生ね、オールドブラックジョーは天に召された黒人のジョーを偲んで作った歌、うん、ジョーのモデルはいたようですが実在の人物ではないと、うん、フォスターはアメリカにいる黒人の総称としてこの名前を使っているのであると。でこの時代アメリカで黒人は奴隷として自由も人権も奪われて厳しく差別を受けていた、ね、辛いことに今もその差別は消えていませんが、ね、この歌の中の詩に我が友皆世を去りて、そうそう、日本語の歌詞はそうでした、我が友皆世を去りて、ね、そういう歌詞でした。フォスターは黒人は白人の奴隷ではなく友達なのです、ね、私も老いて死を迎える時が来たら先に行った黒人の友達が呼んでくれている天井で一緒に楽しく眠りますと、オールドブラックジョーを通して黒人に深い、同情を示していたことを私は感じます。これ福井先生の文章ね。メレル先生も、黒人と白人の肌の色は違ってもイエス様から命を与えられた同じ人間ね、イエス様から命を与えられた同じ人間であるという信仰を持ち、フォスターと同じ黒人への思いを持っておられたのだと思います、うん、そして弟たちにこの歌はフォスターの黒人への温かい愛を深く心に響かせて、大きく強くではなくね、優しく柔らかく歌いなさいと言われたのやなと私は捉えています。弟のそのことを書いた手紙を読んでね、その時一瞬私はミレル先生のあのニューアな人懐っこい笑顔が蘇ってきました。あ、そうなんだ、ボーリスさんっていうのはニューアな人懐っこい笑顔の人というのが福井先生のね印象なんだね。その次ね、アリさんたちの姿に、で今月はお使いアリさんという童謡ですっていうこれフォスターの曲が終わってね、
別の話に行くわけで、だから毎月その童謡を一つずつ扱おうって福井先生心の中で決めてるみたいだね。あんまり急いでこっつんこ、ありさんとありさんとこっつんこ、あっち行ってちょんちょん、こっち行ってちょんね。この歌ですよ。作詞関根栄一、作曲段育間、段育間の作曲なんだね。割と最近な、この最近でもないけどね、あ、うん、私の感覚では最近。この歌は孫娘たちがね勢いよく歌いました。その孫娘たちも大きくなって、近年はテンポのもっと速い、歌詞が分かりにくい、老いた私の脳ではなかなか覚えられない現在の歌を、この歌っておりますと。あ、孫娘たちもね大きくなってね、お年頃になってね、年得意顔で歌う孫娘たちに、私が君らが小さい時一緒によく童謡を歌ったなと語りかけると、よく覚えてるわとまあ言ってくれると。で、懐かしそうに昔歌った童謡をいくつか声に出して歌ってくれました、ね、私は孫娘たちの心に幼い時口にした歌がしっかりとどまっていることを知り、なんとなくほっとして嬉しさがこみ上げてきました。それで先日庭を歩いてると歩き回ってる何匹かのアリが目に留まりましたっていうことでね。で、こうあんまり急いでこっつんこ、アリさんとアリさんとこっつんこ、なんかね、牧歌的だよね。ねえ、本当にいいな、僕も童謡いいですよね。ということでね、もう20分回っちゃいまして、ちょっと中途半端なんですけど、これでね、でお聞きになってるあなたに、天地を作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きとがありますようにとお祈り申し上げつつね、今日の生放送、今日はボリズデーということでお送りしました。お聞きいただいて誠にありがとうございました、花見がボン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 ね、新生歌424番、この身を虜りこにせし、あ、これがフォスターの曲だっていうことなんかな。さよならって言ってからたくさんじゃなくて、それではどうも。